はい、またね壊れてしまいました。果たして治るでしょうか。もう一回ねカバーを外していきたいと思います。止めて、エンジン止めていいよ。はい、またねここが外れました。なんだろうねこれね、なんで簡単に何もやってないのに今回外れたんで、ちょっとおかしい。なんか何かが調子悪いのかもしれないね。ちょっとね、ちょっと一回外してみましょう。 あと1台だね。もう一台叩いても大丈夫なような、ここかもしれない原因。このね、さっき1回目ダメになった時にここのね歯車がちょっとね曲がって、これ内側にね少し歪んじたんだよね。これをちょっとね直してもう一回ねやってみたいと思います。ここはこれこうかな、これバネもさどうだろう、これなんか固定するのかな、そんなことないよね。まあこれオート調整だからちょっとねもう一回つけてみましょう。はい、じゃあね今度こそ大丈夫です。ここでこう立てながら少しでも、今度ねちょっとね棒でうちの母ちゃんが起こしながらやってみます。間もなく雨が降ってくるので、あと1時間待つ。うちの母ちゃんの出番です。果たしてうまくいくんでしょうか。棒で立てて一列ずつでいいわね、無理しないで。クラッチ踏んで、全部切りとかギアとか切りにしなきゃダメだよ。僕も。いや、そういうのじゃないと思う。そこら辺は。もうダメ。そうなったらダメだ。ちゃんこういう感じなんだって。そうだっけ？これで、しんちゃんやってたのは、こうやってここら辺のやつをこういう感じ、こうやって大体起こすの、こうやってこうある程度一回起こせば大丈夫なの。こうやって俺起こしてるの、だんだん起こすの。こっち寝てたら方向からやらなきゃダメなんだ。大丈夫、どうせ万年だろ。いいよ、万年だろ。ここから風がどうなって測ったけど、これやったらいつもダメなの。大丈夫、今ここから向こうまでは大丈夫だったんだが、この方向で大丈夫だよ。1列ずつ行けばエンジンかかんねえの。エンジンかかんねえ。ダメ、すぐ回した。2段階で待っとくんですよ。なんだ、何回もやっちゃうとダメだ。2回温めて、温まったら1回切って、もう1回すぐ温めるの。2回目で切れた瞬間に、いよいって、ここからね気合い入れて切ってもらいました。1回回してみて動くかどうか。オッケーオッケー。今度高温になったね。やっぱあれ高温のがじゃないかな。お母ちゃんが引かれる。そっちを見てね、そっちね。あ、お母ちゃんあんまり、お母ちゃんが邪魔だ。お母ちゃんもっと早くやんねえとダメだ。あんまり見てる場合じゃねえから。母ちゃんほぼ歩いてるだけ。
ばあちゃんが苦手だって倒れてる時にダメだって。はい、トップストップ。一回バックして、バックバックだ、バック。一本ね、一本。あー、濡れてる、濡れてんな、濡れてる。ちょっと待って待って、ストップ。濡れてっからちょっと待って、その苗が濡れてっかどうかチェックしねえとダメだ。普通通りに行ったらダメだか。いいよ、なんか下が詰まっていくかも。そこあんま斜め行かないで。はいよ、もうバックしてっていいよ、バック。まっすぐバック、バックだよ。待ってる必要ねえから、ここ。なんかね、目詰まってんだよな、この下が。一回ちょっと待って、ここ下が詰まってんだわ。さあ、一回さ、エンジン切って、エンジン切って一回。下が詰まってんだね、これ。下にここになんかいっぱい藁が、これがダメっぽい。回転部分に、この回転しとこが絡まったのに、バラが入ってきたのゴミ。クズが切れてから。切れてねえんだよ。だからずれちゃうな。あとこれオイル差して。一列やるたんびに。オイルがねえの？これ。うん。レバー。何回もだって。これ刃が切れてないっぽいよ、なんか。刃に挟まってんのだって。いけか、いけ、いの、いいよ、ハンバックして。2回、疲れた。果たしていつ終わるんでしょうか。トンボがめっちゃ飛んでます。また会いましょう、バイバイ。